林博士が素敵は子供を非行を守るという方法にもつながります。皆さんの子供をですね、真っ当にって言います。真っ当という言葉は難しいですけども、ともかくもそういう世界とは無縁の世界にで育てていく方法というのは実はね、非常に簡単なんです。簡単すぎてね、一言で終わってしまうんですね。これがエリクソンが言う思春期の話になってくるんです。この思春期の最大の目標は何であるかと言いますと、自我の統一性の問題なんですね。これも私の言葉じゃなくて常識ですから、この確立性をどうするかということなんです。皆さんも お聞きになったことあるでしょ。自我の同一性、アイデンティティという言葉を使いますね。これは非常に簡単なことなんです。アイデンティティ、自我の同一性がしっかりという言葉は飛行には走りませんから、これは走る暇もないんです。しかし自我の同一性の確立に失敗しますと、心は無防備状態になるんですね。じゃあ自我の同一性とは何かというと、簡単なことなんです。自分はどうありたいのか、何をしたいのか、私はこうあるべきだって考えると、自己概念です。みんな持ってるんです、子供は。私はこうしたいんだ、こうありたいんだ。もっと簡単に言えば、したいことなんです。そして、現実の自分がいるんです。現実に何をしているか、これを現実自己というんです。この、したいことを一生懸命にしている子供を、これが一致していることを自我の同一性というんです。自分と我の同一性なんです。わかりますか？これができている子供は強いですよ。はっきりしてますから。私はサッカーをしたいんだ。だから毎日サッカーを練習をしてるんだ。これははっきりしてますから。私は手芸が好きなんだ。だから毎日手芸をやってるんだ。これは同一性がしっかりしてる。だから、この何て言いますかね、誘惑だとか飛行が入り込む隙がない。悲しいことにこの自我の同一性をね、こうはぶち壊している人がいる。ぶち壊しながらぶち壊していると意識すらない。誰だと思いますか？あ、お父さんお母さんなんですよ。お父さんお母さんはこれをぶち壊しているの。例えばもっと分かりやすい例で言いますと、あなたのお子さんが幼稚園のこと、頃のことを思い出してください。その時にですね、幼稚園になった子供がですね、お父さんお母さんが聞くんですね。あなた大人になったら何したいの？私お花屋さんになりたい。言ったとしますね。その時に皆さんはどれだけその話を真剣に聞いてあげてるかってことの。あ、お花屋さん。この中にお花屋さんの人いらっしゃったらごめんなさいね。別にそういう仕事がどうってこと言ってるわけじゃないですから。まあお花屋さんいいけども、あんた、形式の算数教室のプリントまだ2枚残ってるんでしょ？あれやっときなさいよ。あのドラレコもうカタカナ読めるのよ。あんたまだカタカナ読めないじゃん。カタカナ勉強しないピシャ。子供はお花屋さんになりたいと言ってる。お母さんがビシッと思ってるんです。それに気がつかないんです。僕は大人になったらトラックの運転手さんになるんだ。言ったとします。まあトラックの運転手さんもいいけども、ね。英会話の勉強はやってないでしょ、まだ。ピアノレッスンまだ宿題やってないじゃない。ビシッと折ってくんですね。そして折りながら折ってるという意識がないまま、子供というのはチューブラリーになっていくんです。大切な思考回路なんですね。例えば子供がお花屋さんになりたいと言ったら、じゃあそのお花屋さんになるためにはどうしたらいいかということをお母さんお父さんが教えていくんです。図書館行きましょうね、お花を育ててみましょうね、今度のね日曜日には浜松にガーデンパークがあるから、あそこは無料で入れるから行ってみましょうねと、そういう形で子供というものを前向きに引っ張っていく。そうすると思考回路ができるでしょ。その思考回路が大事なんです。というのはどういうことかというと、この幼稚園の時にお花屋さんだった子供がですよ、小学校入って服デザイナーになりたいというかもしれない。あるいは高校生になったら今度は僕はね、例えば何でもいいです、ケーキ屋さんになりたいというかもしれない。何でもいい、何でもいいけども、この思考回路がしっかりしている子供はその上に自分を乗せて自分を伸ばすことができるんです。これは大人になってからもそうなの、皆さんの年齢になってからもそうなの。しっかりとした方の思考回路を持っている人はですよ、その思考回路の上に自分を乗せて自分を伸ばすことができる。ところがこの思考回路がないんです。今小学校6年生の子供ですね、明日に向かって夢や希望目的を持っている子供というのは女の子で 30% 弱、男の子は 30% ごめんなさい、女の子でね 35-6% ですか、男の子で 30% 弱ですね。3人のうち2人はどういう生活をしているかというと、
なんとなく朝起きて、なんとなく朝学校行く、なんとなく勉強してきて、なんとなく帰ってきて、なんとなく自分のね宿題をやって、なんとなく夜寝る、そしてまた次の朝またなんとなく学校行くと、ここで繰り返してる。心の中隙間だらけですよ。わかりますか、隙間っていうの。皆さんの中にもそういう人いらっしゃるね。相思相愛でラブラブで、もうね、好きで好きでたまんない。そして周りの人に祝福されて結婚した夫婦っていうのは隙がないですから。ね、奥さん、ちょっと街で遊んでからないって言われてもですね、声をかけられても、私はそんなことしませんっていう、もうそういう声をかけられる隙すらない。ところがね、まあ、できちゃった婚、妥協婚、財産目当て婚、いろいろあるでしょ。そういうその雰囲気で結婚した奥さんっていうのは、心の中隙間だらけですから。ね、街で若い男に、奥さん、遊んでからない、遊んでからない、ああ、まだ30分あるわ、いいわ、どこ、なんて、ついて行ってしまうかもしれない。それだけ心が無防備なんですね。言い換えますと、この自我の合理性をしっかりすればいい。分かりやすく言いますと、子供にしたいことに親が耳を傾けて、そしてそれに親が沿った方向性を示してあげる、それが自我の同一性で、思春期からこれから高校生大学生になる身においては、これ自体が子供の方向性になっていくということなんですね。で、私の長男の場合はそれをしたかというと、しなかったんですね。もう何て言いますか、冒頭に言いましたように、私の夢を子供に押し付けてしまったんでしょうね。ですから息子には息子のやりたいことがあっただろうと思うんです。しかし、なんとなく親がそう言うから、それではなんとなくそれに従った。それで私自身がね、本当にお前はオーストラリア行きたいのか、行ってもいいのかということを確かめることもなかったんですね。あの時もっと確かめて、パパ、僕ね、別にそんな外国行きたくないんだよっていうように言ってくれて、私もそれを理解したとしたら、長男の問題は起きなかったと思うんです。あと15分しかありませんので、じゃあちょっとこのその後の話をちょっと端折りまして、4番目の話いきます。親が子供を育てるというのは嘘ですね。子供が親を育てるんですよ。私ね、それ発見したのはね、幼稚園のね、働くようになってすぐなんですね。初めて幼稚園へ連れてくる子供をね、連れてくるような母親っていうのは綺麗で若くて綺麗ですよ。しかしツン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 として、ね、長みがないの。子供を連れてきてね、こうして手を引っ張って、ああ、今日からこの幼稚園来るのよって感じ。バスの運転手さんがね、数日の場所なんかね、挨拶もしませんから、ふんって感じます。そんな場合でもね、2年3年とね、幼稚園で子供を育てますとね、そして卒園がやってくるでしょ。そうするとね、深々と頭を下げて幼稚園を出てくるんですよ。バスの運転手さんにもですね、ありがとうございました、数日の前へ来てですね、数日のおばさんにもね、ありがとうございました、幼稚園の先生たちにもありがとうございました。いいですか、深みが違うんです。ここにいらっしゃる方はみんなお子さんを持っていらっしゃる方ですから、これ外の世界じゃ言えないんですけども、私は言えるんですよ。女性みたいに、あの、男性はちょっと分かりにくいとかあるんですけど、女性を見た時に、この人は子育てをしたことがある人がないかとかってすぐ分かりますからね。やっぱり子育てをした人っていうのは重みがあるんですから、その重みを誰が作ったかというと、実は子供が作ったんですね。そればかりじゃないですよ、そればかりじゃない。あるお母さんはですね、自分の2歳の子供がですよ、死ぬの生きるのっていう病気を繰り返した時、あの病院の待合室に座って天に向かって祈ったそうですよ。私の命はどうなってもいいから子供の命を救って、わかりますかこの気持ち。私の命はどうなってもいいから子供の命を救ってって言って天に向かって祈ったそうです。まさに自分の命すらも惜しくないという至上の愛ですよ。これを教えてくれるのは子供なんですよ。子供を持って親は初めてする人。